けど、小坂さん。あのね、開脚です、はい、これ皆さんね、学生の時に必ず経験あると思います。運動する前に開脚、はい、股を広げて、もうそれ以上広がらないってことまで広げてるのに、上から人に乗られて、ぎゅうぎゅう背中を押されてね、膝を押さえられて、いてててててて、なんて言ってやった覚えがあると思うんですけど、それでも足って広がらなかったですよね。皆さん年齢とともにどんどんさらに足が広がりづらくなってると思います。なので、じゃあ 今このぐらいなので、ちょっとテープ貼ってもらっていいですか。あとで分かるように、これ以上、はい、分かりやすくするために、ここに今ねテープ貼ります、はい、よろしいですかね。今ちょっとね、はい、あのソーシャルディスタンスの関係で僕行けないので、はい、あのご自身で貼っていただきますね。今これでやっぱりもうね、はい、結構本当なかなか開脚って難しい。ほらこうやってね、しかもテープ貼るときに膝曲がっちゃうでしょ。今このぐらいです、覚えておいてくださいね、はい、後ほどもちょっと比較していこうと思うんですが、これ頑張って膝伸びないですかね。まっすぐ伸びます、膝伸ばせます、平らに。あ、でも結構そこでお願いします、うん、でここからじゃあ使っていただきましょうか。はい、はい、今までは本当に痛い思いをして、ストレッチね必要なんですけど、痛いから続かないんですよ。このディープアタッカー、痛いということはありません。まずどこに当てるか、はい、膝の裏に当てます。え？と思うでしょ、ね、膝裏、これね今長押し真ん中直してポンポンポンってやると3段階で強くなってます。膝の裏側に当てるんです。うん、え？と思うでしょ。小坂君、膝の裏なんですか？足を広げるのにどうして膝の裏なの？これテレビの前の皆さんもやってくださいね。美穂ちゃんもやってみてくださいね。膝の裏側グリグリって押してみて。痛いでしょ。痛い。え？っていうか膝の裏側なんてみんな触ったことないでしょ。確かに。膝の裏側に実はですね、はい、これトリガーポイントという言葉があります。はい、まあ、トリガーポイント、トリガーって引き金って意味ですから、拳銃の。こう引くところね、はい、実はですね、足が広がらなくなる原因の一つに膝の裏、ここにトリガーポイントというのがあって、はあ、ここが硬くなったり痛みを覚える方が多いと、はい、足の広がり方がロックされて動かなくなると言われてるんです。これアナトミートレインとか、後ろに今当ててくれていました。もう OK です。はい、膝の後ろ皆さんね、触ってみてくださいね。皆さん多分そこに痛みとか違和感を感じると思います。でも体の中に痛いとこがあっちゃダメなんですよ、触って、はい、そこには目尻のようなシワができてるはずです。はい、こんな感じでもう OK です。さあ開いてください、どうぞ。ほら、ちょっと待って、もう、モニターさんがすごい笑っちゃってびっくりして、生まれて初めてこんなに当ててただけですよね、小坂さん。そうなんですよ、これ当ててただけなんですけれども、先ほどのように体の中に当てているだけで、はあ、体の中を最大2800回叩いてるんですよ。こんな感じでシワ伸ばしをしてくれてますから、ほらこんな感じで、あのもちろん体の中でこういうことが起こってる。これ一時的な効果、はい、ストレッチとの併用による一時的な効果ではありますけど、びっくりじゃないですか。あの指圧、確かにごめんなさいね、触りますね。指圧というのは、はい、上からこう押さえてるだけですから、押さえて離した時に、はい、要は体のシワを伸ばしてるって言われてるんですよ。目尻とかね、首とかのシワは気になりますよね、だから慌ててこうなんかクリーム塗ったりとか、こう上げてみたりとかいろいろするんですけど、あとは外科的に引っ張ってみたりとかね、体の内側にも当然ながらシワができます。分かりやすく言うと、先ほど足が開きづらかったですよね、はい、まあこのぐらいまでしか行きませんでした、あ、ごめんなさいね、取れちゃった。その時はこの膝の裏側に実はですね、押さえたら痛みがありました、はい、なぜかというと、痛いところは引っ張って突っ張ってるから、ここに痛みを感じたりとか違和感を感じるんです、はい、ここに足が開く鍵があります。この鍵をこれを使ってババ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 ッとやってほぐしました。なるほど。鍵を取ったことによってこれが開くようになったんです。はあ、非常にシンプルです。でもこれ皆さんちょっと理解できないと思うんですけど、同じようにやってみてください。これをすることによって足が開くということは、足が一歩出やすくなるんで、うん、ここの関節の動きが制限されづらくなります、うん、ほぐされるんです、はい、ほぐしてください。このディープアタッカーにあるんですよ。これ洋服で考えたら、例えばですよ、はい、これ伸びなくなる理由、あ、これこっちいいね、今普通のマスクのやつ使いやすい。ちょっと待って、普通のマスクするね、ちょっとね。じゃあ今モニターの方でご覧いただいてますが、はい、膝の裏に当てていただきました。ここに当てたんですよ、はい、筋膜というのはこの洋服のように全身を包んでいます。今まではここからここまでの筋肉、ここで一回筋膜は切れる、ここからここまでの筋肉切れると思ったんです、はあ、でも全部がつながってるから、こういうふうに引っ張られちゃうんです、はい、要は
ここに違和感とか痛みを感じるときはシワができてます、はい、洋服だったら分かりやすいですよね。シワができてると当然こう引っ張られますからこっちが伸びちゃうんですよ。うん、実はここを広げたいのにここのシワをしっかりとこう伸ばしてあげないと、はい、ここは動きづらくなってるということが分かったんです。それを解消してましたが、続いてはこれ、はい、あぐらをかくような感じなんですけど、はい、いわゆる体育座りからねこの足を広げた状態ですかね。これも今後ろにこう手をついてるので、はあ、この状態だとひっくり返っちゃう状態ですね。これも非常に足の動きを制限してしまいます。なので実はね僕もね右足だけねこのあぐらがかけないんですよ。僕右足ね交通事故で複雑骨折しましたから骨盤も折ってるしね。どうしても我々の頃ってねそのリハビリっていうものがなかったんですよ。もうそれこそ40年以上前ですから。最近はねこういうリハビリセンターもあるしね。小坂さん、これはどこにじゃあ当てていきましょうか。はい、これ意外なところに当てます。鼠径部です。鼠径部、またここの股のところにディープアタッカーをこの平らな状態ね、この状態で股の間に当てていただきます、はい、ここもね触るとねグリグリしてて、あ、指で押さえたらね股の間、指で押さえたらこの血管がほらドクドクドクって言って多分ね意識できると思います。そこに当てていきます。はい、この鼠径部、鼠径部はね長いですからね、この股の内側の方から上のこの腰骨のねこのなんていうんですかのグリグリしてるとこね、そこまでありますから。これ股関節が大事なんですか。はい、股関節が、はい、股関節の動き、そこをこれ要は開くのは股関節の問題ですから、股関節が硬くなっているとまず当然ながら足の一歩が出づらくなります。足の一歩が出づらいから、例えばこういう動きね、はあはあ、こうやって立つこういう動きって股関節がこう動いてるわけですよ。使いますよね、はい、この動きが悪くなると当然ながら開くことができなくなるんです。なのでここの股関節、股関節があの開くか開かないかあるんですよ、まあ、あとね、はあ、外旋といって足はこういうふうに広がりながら開くようになってるんです、はい、それが動きを左右しているロックかかってるのが股関節と言われてます。股関節、なので股関節にこのようにただ当てていきます、はい、へー、はい、ここもね触ったら開けますよ。グリグリしてて確かに、ね、ちょっと痛いって言うとかでしょ。みんな自分の体あちこち触ってくださいね。いや、そんなに自分の体って触ることないから。いやいやいや、膝の後ろも確かに痛い、股関節も痛い。膝の後ろもそうですし、例えばですよ、あの指の動きがなんかちょっと動きづらくなったなって言ってくるじゃないですか、はあ、そしたら指はこうやってなんか動かす、OK、はい、さっきは、はい、まあ、このぐらいですよね、はい、はい、いきますよ、はい、どうぞ。あら、保坂さん、はい、嘘じゃないんです、いや、もうあのモニターさんは自分でえって言ってるぐらいですから、はい、ちょっと待ってください。今ね、もう今僕今マスクを装備してこれちゃんと手を消毒してからいきますからね。さっきは両膝がかなり浮いてましたよ。そうなんですよ。これでも今は当ててただけで自分でストレッチというか動かす行動してないですよね、はあ、これでパタパタ動かしてみてください、はい、動きやすくなってるはずです。ほら、もっと下までいきます。ほらパタ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 、はい、ほらもっと行くようになるんですよ。これほぐして動かすことによってさらにくっつくようになります。ほらね、うわっとびっくり。これもちろん一時的な効果ではあります、はい、ストレッチとの併用による一時的な効果ではありますが、保坂さん毎日やりたくなりますよね。これは例えばですね、まあ、最近デスクワークとかね家庭で、まあ、旦那様もそうですけど、まあ、皆さんもそうですけど家で仕事することが多くなりました。家の椅子とかってとかね、顔に出たシワとか首に出たシワはね皆さん慌ててなんか塗ったりとかやるでしょ。ダメなんですよ、やっぱ体の内側が非常に大切なんで、はい、シワ伸ばしして、シワ伸ばしたいです、はい、でもね見えないからわからないでしょ、体の内側ってどこにシワができてるか、はい、だからいろんなところを触ってほしいんですよ。自分で触ってみる、グリ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 、指の動きがなんかちょっとなんか仕事しなんかずっとペン持ってたからね、仕事しづらいな、ずっとパソコンやってたからと思ったら、はい、こういういろんなとこ触ってほしいんですよ、はい、触ったら痛いね。美穂ちゃんどっか刺し、はいはい、使い方のあの冊子ついてますから、はい、それ見てくださいね。このねアタッチメントも実はね3種類です。ごめんなさい、前通りますね、はい、僕もマスクしてる方、はい、ね、アタッチメントも3種類ありますから、ね、このピンクでも、うん、これね3種類ほら先っちょがあるんですよ、はい、アタッチメント丸いもの、うん、でどの時にどこを使うかというのは、はい、さあそしてもう一方、続いては何かというと、ね、はい、同じ方なんですけれども、はい、これ今までは下半身股関節でありました、うん、はい、もう一つ大切な上半身いきます。はい、我々はね腕がついてるから、まずねバンザイ皆さんできますかね、ちょっとやっていただいてもいいですか。ちょっと手を挙げていただいていいですか、はい、はい、
この方多いんですよ。もうちょっと頑張れますかね。もうちょっといけます。もうちょっと頑張れ。だんだん上がりにくくなるからですね。これね、上がらなくなってくるね、はい、上がらなくなってくる原因も当然ながらあります。これね、スマートフォンとか料理とかね、パソコンとかやりすぎで、はい、あのね、前に猫背になっちゃうから、猫背前方に、ね、なるから手がね、前にしか出なくなっちゃうんですよ。これ保坂さん、この場合はどこに当てるんですか。はい、はい、これ先ほど股関節の時に鼠径部に当ててくださいって言いましたね。鼠径部触ったら血液がドク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 流れてる、リンパも流れてて非常に大切なところです、はい、実はここの肩の周りにもそのリンパがあってドクドクするところってあります。脇の下、美穂ちゃん脇の下、テレビの前の皆さんも脇の下触ってみて、はあ、痛いしょ。痛い、なんか揉んだらめっちゃ痛いね。シワができてるのよ、体の中に。ここの伸ばさなきゃってことで。非常に簡単です。痛い、自分でできます。痛いでしょ。脇の下みんな触って、ここね、リンパも流れてるしね、血管もあるし、大事なのよ、ここね、めっちゃ痛い。ここに今当ててくれてますけど、こんだけ運動している俺でも痛い、ここ、はい、あ、でも気持ちいいですね、はい、ここにね、はあ、体の中にシワができちゃうんですよ、この辺ね、触ったら痛いとこです。でも痛いところがあっちゃダメなんですよ、はあ、でその痛いところには必ず体の内側にシワができてます、そのシワを当てることによってアイロンのように体の中のシワを伸ばしてくれます。これびっくりしました。みんなね、目の周りのシワとか口の周りのシワばっかり気にしちゃダメなのよ目の周りのシワね、目の周りのシワ、口の周りのシワ、確かに嫌だよ、嫌だよ、ね、女子だしね、嫌だよ、化粧するときにここなんかファンデーションいっぱい溜まっちゃうし、嫌だよ。でも、それは痛みは伴わないじゃない。確かに目のとこにシワができたと言ったって、それはもう笑いじわとか幸せじわもありますよ、ね、でもここの体の中のシワは手がこういうふうに上がらなくなっちゃうのよ。いや困りますよ、はい、でこれね、せっかくだからさっき、ね、やった後にこうやって動かしたら足広がったじゃない、はあ、同じようにこれ当てながらアイロンのシワを伸ばしながら、ちょっとなるべくこっちに来るように頑張りますかね、はあ、やりながら手が上がってきたんですけど、だん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 なんだかすごいですけど、はい、すごいすごい、でもちょっとなんか、どん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 今この体の中のシワがなくなってますすごい楽になってきました、はい、シワがあるところはここに、腕が上がらなくなる鍵がここにあると思ってください。皆さん触って痛い、はい、痛たたっていうところには鍵があります。要はロックされてるんですよ。はそのロック、シワのところを当てていただいてロックを取るんです。そうするとどん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 手が上がれるようになります。まだ途中だけど、はい、分かります。ほら、もう上がってきたでしょ。徐々に徐々に、はい、徐々に徐々に筋肉筋膜にアプローチ。だって最大2800回って1分間に、はい、分かりやすく言ったら、指圧というのは僕の指一本がこう押さえて離すじゃないですか、はあ、離した時に体は柔らかくなってほぐれていくと言われてるんですよ、うん、ってことは2800回ってことは2800人が押してくれてるんです2800人がここを一気に押してくれてるんです。大変なこと。そりゃほぐれるわと。あの今やりながらでいいですけど、はい、どうですか、当ててる感じ。ほら上がってきた、上がってきた。 すごいんですよ。上がってきたでしょのやろうと思ってるんじゃないんです。自然にいっちゃうんです。どん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 ここの体のシワが伸びてて、どんどん手上がってくるからね。ほら、あと振動の感じはどんな感じですか。もっと痛いのかなと思ったんですけど、全然痛くなくて気持ちいいんです。気持ちいいですよね。気持ちいいから当てて痛いっていう感じなんです保坂さん、はい、あんなとこ普段触らないもん。ダメ、触ってあんなとこだってどうやってほぐしていいかわからないもん。いやいや、ここは当然ながら血管が流れてるしリンパ液も流れてるから硬くなっちゃダメなとこなのよ。ここにシワができちゃうと、ね、なんで腕が上がらなかったかっていうと、分かりやすく言うとここにね、痛かったからシワができちゃったんですよ。こうやって引っ張られてる状態になってるの、はあはあ、洋服だったら分かりやすいよね、はい、こうやって引っ張られてるところをこれを当てることによってシワを伸ばしてあげたから、こうやってね、すごい、だからまっすぐピンとこう伸びるようになるわけです。体の中にはあちこちシワができちゃうんです。あの振動があることでほぐされて、はい、ほぐされてる、はい、そして今シワを伸ばす、シワを伸ばすように刺激してくれるのが、はい、このディープアタッカー。すごい、すごいと思う。体の中でこういうことが起こってるんですよ、ここで。今体の中で、はい、こんな感じ、こんな感じ、すごい、こんだけ揺れるんですから。あの上に当ててるけど下の液体がまんべんなく揺れてませんか、はい、こんな波を起こしてこんな感じ。うわ、
そう、こういう感じで揺れてますね。の下に当ててくれたモニターさんが、ほら上がった、保坂さんすごい、はい、たったの 2,3 分ですよ。これ今ね、あの当然ながら片方しかやってますけど、やってないんですけれども、もう片方もね、やったら両方万歳できるようになりますから。すごいでしょ、ちょっと使ってみたくなりません。もちろん一時的な効果では